今年もやってまいりました。皆さんこんにちは、ひろけです。はい、この動画を撮影している12月13日はそう、僕の誕生日です。はい、21歳になりました。個人的になんか年取った実感がないっすね。はい。20歳になった時は、ああ、もう大人だなって思ってたんですけど、21歳でなんか年取った実感が、ないですよね。ということで、毎年恒例、自分への誕生日プレゼント、今回も買ってきました。誕生日の日に、僕は、佐賀嵐山と、桂川のイオンモールと、ヨドバシカムラと、京都市内のトイザラスに行ってまいりました。はい、まず一つ目に購入したのが、こちらです。はい、こちら、令和3年度2級建築士の学科試験、ポイントと整理と確認問題です。今年、2級建築士ダメだったんで、来年こそ2級建築士を取りたいので、この本を買いました。これだけで3300円もしました。で、あとは12月中旬頃に発売される厳選問題集500問プラス100問も買う予定でございます。なので、この2級建築士の冊子でほぼ1万円かかるので、そのプレッシャーを含めて来年の2級建築士は絶対に合格したいと思います。では続いて2つ目、結構でかいです。それがこちらです。はい、こちらです。仮面ライダーセイバーの仮面ライダーセイバー&仮面ライダーブレイズの完全なりきりセットを買いました。こちらはトイザラスで購入しました。ちなみにこちら税込みで9999円ですが、僕が行ったトイザラスではなんと9500円ちょっとで売ってました。で、これのついでにトイザラスで、はい、こちらも買いました。レゴマリオのキャラクターパック第1弾です。あとメットだけなので、今回は絶対にこれメットだろうと思うものを5つ選んできました。こちらはすぐに開けます。そして最後に購入したものはこちらです。はい、こちらのワンダーライドブックの天空のペガサスストームイーグル最優ジャーニーです。これをヨドバシカメラで買いました。はい、では今からレゴマリオのキャラクターパックを開けます。はい、では京都のトイザラスで買ってきたこちらのスーパーマリオのキャラクターパック5つを開けます。ちなみにもしメットが出なかったらアマゾンで単品を買います。では1つ目開けます。いただきます。せーの、よっと。あー、これは違う、これは溶けそうだ。あー、残念。はい、1つ目は溶けそうでした。では2つ目開けます。いただきます。せーの、よっと。あー、これはチョロボンだ。あー、あ、チョロボンじゃない。あ、どうぞどうぞ。これはチョロボじゃなくてキラーでした。はい、二つ目はキラーが出ました。では三つ目開けます。いただきます。せーの、よっと。ん？これは？あー、違う、これは逃げプクだ。うわー。はい、三つ目は逃げプクでした。はい、では四つ目開けます。いや、もうこれ本当に出てほしいな。これ何個買ったっけ、通算。10個か。いや、確か20個ぐらいは買ってますね。もうほぼ一箱開けてます。いただきます。せーの、よっと。ん？これは？あー、これは逃げプクだ。うわ、マジか。はい、4つ目は逃げプクでした。はい、ではラスト5つ目開けます。いただきます。せーの、よっと。ん？これは？うわー、ボム兵だ。うわ、マジか。はい、5つ目はボム兵でした。はい、5つ開封してこのようになりました。20個買ったのになんでメット出ないんだよ、もう。僕年末実家帰るので、地元のトイザラスで売ってたら何個か買おうと思います。はい、ということで、21歳になった自分への誕生日プレゼントはこちらです。後半は残念な結果になっちゃったんですけど、この動画撮影し終わった後に聖剣ドライバーを遊び倒します。ちなみに仮面ライダーセイバーの動画は今のところ出さない予定でございます。で、あとはもう2級建築士は絶対合格したいので、この本は毎日読みます。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、今回の動画面白ければグッドボタン、高評価をよろしくお願いします。そして僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてコメントやリクエストや質問などお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。おなら、イエーイ。Yeah.